ポーラ・コールはアメリカ合衆国の女性シンガーソングライター。マサチューセッツ州ロックポート出身。高校を卒業の後、ボストンのバークリー音楽大学に進学。ジャズボーカルの発声法を学び、ジャズ歌手を目指した。しかし、シンガーソングライターとなることを決意し、卒業後はサンフランシスコに移住し音楽活動を開始した。1992年。 ニューヨークで演奏中、イマーゴレコード社長のテリー・エリスの目に留まりプロとしての活動を開始した。1993年には、ファーストアルバム、ハービンガーが完成したが、イマーゴレコードの経営難により発売が見送られ、翌年の1994年にリリースされた。なお、リリースの直後、イマーゴレコードは BMG から契約を切られ、ワーナーブラザースレコードの参加となった。 ファーストアルバムがリリースされるまでの期間に、ピーター・ガブリエルのシークレット・ワールドツアーにツアーメンバーとして参加した。これを機に、彼女の存在に注目が集まるようになり、次第に世に出始めた。セカンドアルバム、ディス・ファイアからのシングルが大ヒットしたのを背景に、1997年、グラミー賞にて最優秀新人賞を受賞。1999年には、 コーラコールバンドの名義でアルバムアーメンを発表した。バンドの構成は3人で、彼女の他にバークリー音大時代の学友のケビン・バリーとジェイベルローズである。2006年ベストアルバムをリリース後、イマーゴレコードからデッカレコードに移籍した。2007年にリリースされたアルバムカーレッジはデッカ移籍後のものである。日本では1998年に ニコラス・ケイジとメグライアンが主演した映画シティ・オブ・エンジェルの予告 CM に彼女の曲アイドンとオンとツェイトが起用されたことが広く知られる契機となった。ありがとうございます。